はい、どうも、みなです。こんにちは。今日もやっていこうと思います。はい、プロコのバスケ開催中ですね。はい。なんか、昨日ツイッター見てたら、スマダン用の。なんか、高尾の、どういった高尾のチャンプ、高尾いらない人とか持ってる人が、上級メニュー買うのも、ありかもしれませんね。っていうのも、この、何ですか、ガチャ券。これが、合計50、僕が計算すると、50枚もらえるんですよ、上級だけで。あ、55枚か。55枚もらえるんで、高尾を選ばない場合。そうすると、ガチャ券1個80クーポンじゃないですか。で、かける2で、日本円にすると160円なんで、それが55ってことは、55×160 で、8800円分になりますね。なので、5000円だから、3800円分得になりますね。これが最後まで取れるのが250ぐらいかな。なので、だいぶ後半のとこになりますけど、前泉取る僕としては、まだまだ時間あるんで、これ上級目に買うのもありかなと思ってきたんですよね。はい。その情報が一つですね。一つっていうか、まあそれですね。はい。でもさ、これ、上級目に買ってる人ここで見れるんですよね。このどうでしたっけ？チャンプの、ほら、ここで。ちょっと待って。4人しかいないんだけど、買ってるの。大丈夫か、これ。4人しかいないよ。特上が、1、2、え？特上メニューばっかだわ、しかも。金持ちやな、ほんと。4人しかいないってやばいな、逆に。マジか。大丈夫かこのゲーム。しかも上級いなくて特上ばっかっていうね。この人たち、その僕が今言ったその、券がもらえるのを計算してるのか、金持ちかのどっちかですね。はい。特上だけで上級が一人もいないっていうね。俺が上級になろうかな、じゃあ。これ上級勝ったらなんか得あんの？上級。特上がプラス20だっけ、レベル。特上が経験値が倍になる。え？あ、そっか、レベル20でもらえるんだ。これ買おうかな、5000。ガチャ券もらえるからな。特段だよな。しかも、あとなんか、ダイヤとかもらえるし、ダイヤ券とダイヤと、あとこのコアとか、エッセンスコア、エッセンスコアと、あ、コアエッセンスと脂質コアもらえて。これなんだこれ。高尾強化券いらね。あとこれログインボーナス倍になるの。3800円分得ですね。マイナスに出るの1ヶ月後なんで、これを計算して1ヶ月後ぐらいに得になるかどうかっていうのをちょっと計算した方がいいです。8周まであるか。うわ、8周目が2万6000。後半になるにつれて、ミッションの得られる、経験値が高くなるっていう。これちょっとしっかり計算した方がいいな。あとで計算してみるか。前に出るときに、最後の抽選券もらえるまでいけるかどうかっていうのをちょっと計算していこうと思う。なんで一周目だけ8000でめちゃくちゃ少ないのこれ。一周目ちょっと何なのこれ。あとこのショップのこれ意味わかんないんですよ。これどうやって入手するんですかこれ。チャンピオンメニューならショップで購入できる。チャンピオンメニューの参加で意味わからんこれ。入手方法わかんないんですけど。まあ、いらんけどね。ランク戦でミスをせず MVP100 回ってさ、かなり厳しすぎないこれ。ミスをせず100回バカなんじゃないの見た。ランク戦で評価9以上。1回のランク戦で2位の2つのスタッツが5以上になった場合。これ明らかに難しくない？120回の試合において味方チームは15点以上。
これ異常に厳しいんだけど。高尾のやつだと、はい、いや。30に達すると1000もらえて、55に達すると1500。800に達するみたいな。はい。ということで、それはまあ、後で、配信、動画外でやるとして、とりあえず、今日もランク戦やっていこうと思います。ちなみに今日あと2日なんで、今月。最強じゃ無理ですわ。この前最強じゃ取ったの。お強化された。緑も来た。初めてだ。やばい、人事2回打てるやつや。うざ。1200なんで、ギリギリ2回打てるかどうかわかんないぐらいです。延長になったら確実に2回打てるか。だから延長になる前にちょっと片付けんとな。いや、取れん。よし。ちょっと、入った、入った。緑の二人行ってくれんの？お、はい。いや、これいますね。さあ。あ、これは無理か。うわ、取れん！なんでや！うわ、入ったかも。今日も初戦負けるのかよ。これは入るかも。これ入るな、これ入るな。うそ。いつんかい。あ、やば。嘘だろ。ああ。あ、つうか。お、えぇ？ああ？何それ？今俺と、あ、だろう。
取ったのになんか後から取られたんだけど、ムカつく。確実に俺取ったのに。あ、もう！イラする。これ。さあ最悪も、もう俺のせいやな。負けたの俺のせいだろこれ。勝ちてうぜえんだけど。これ。あれ、一緒のチームに入りたくない、なくなってんだけど。なんで消すんだよ、なんか。このゲーム、かそりすぎて、そのシステム取り入れたら、マッチングしなくなるんかな。てか、今回の黒子のバスケ、奇跡の世代強化で、復帰で、それなりに来ると思うけどな、普通に考えて。苦しいよ。これ勝てんとまずいな。これ勝てんとまずいやつや。いきなり入るんかい。マジで。あ、姿勢とかいくら強化されたからって、絶対低いのが強いよ。
え？入りすぎじゃない？なんか。スリー3本目じゃない？は？うっそ！うっそ。はあ、センター対決勝てるのに中でシュートする。外れる、外れる、外れる。おぉ、おめぇ！なっちまうな。ルシオに負けるんだよ、もうさっき。これ、いつ決まらないんだけど、俺のスティール、いつも。なっちまう。ルシオに負けんだよ、もうさっきから。やつく。パス出せよ。何なの？ああ、もうこの戦力差で負けるんだよ。もうイライラするな、ほんと。レイアップ、レイアップ。あ、11番。このゲーム、オフェンス側有利だから、これ、負けるわ。どうせマイケルダンクだろ、これ。サンライダーする。なんでこの戦力差で負けんの？死ぬの？
うわ、キセか。なんでだよ。何で後ろから問われるんだよこれ。外れるの今のノーマーク。出たわこの人。あそこ下まる。嘘だろ。妨害だわ。ゴミじゃん。ナイス。まあ、あーもううまっ。 PG で取った。 PG の人うまっ。入ったからいいけど。やばい。ちょっとな、ステージ。あー、ダッシュできん。やったかつやばい。あ、そのダンクか。誰のダンクだったそれ。覚えてない。誰か持ってたんだね。あはー、入ったんだね、これ。あ、うっそあー、もういらなすぎます。何？オッケー。打てるか？入るか入るか？あ、いらん！あ、取れた！取れた！あ、なんで？あ、よかった！よかった！なんか、取れた。うわ。あはーはーもう、なんでそんな跳ね返るんだよ。最悪もイライラする。
強いやんって。強いやん。マジか。いや、はい、いいですか。頼む、時間稼ぎ、時間。ボールキープ、ボールキープ。うん、MVP 取ったし、やった。あ、ちょっと待った。ランクガードいらないけど。あ、レジェンドでは適用されないの。ランクガードだ、これ意味あんのこれ、そんなに。まあ、確かにランクガード使いまくったら、なんか、早めに行けたけど、上に。でも結局、早めに上行くってことは、敵も強いから、あまりランクガードって意味ない気がする。むしろランクガード使わない方が自分のレベルに合った相手とやれるから、ランクガードはいらない。いいね。もうランク戦では。ランク戦ではってか、ランク戦しか使いようもないんだけど。しかも昇格戦とか適用されないっぽいし、多分。ほんとランクガードいらねえ。レジェンドと昇格戦が適用されないってのはあんま意味ないし。マッチング遅いんじゃん。マッチング遅すぎない。全員外あるの。嘘だろ。もう何これ。よし。さすがに。入った。やば、俺か、今の。俺、今の。もう、クロコン3入らん。クロコン無視でいいだろ。え？二人の隙間から撃つの？これは無理だ、これは無理だ。え？取れんの今の。
やめすめすめす。いやー、黒子も無視でいいって。黒子も無視。なんで、なんで取れんの今の。あ、入るし。シュート決めて4点差。は？やば、負けるわこれ。早っ。むしむしむし。うつーかよ。まだ1分半だからさ、わからん。なんか、ボーラボーラ。あ、消された。ナイス。日吉も、黒子も入らんってことは、次に緑も、ナイス！取れ取れ取れ！なんて、なんて向こう行くのボールが。あー、これ打たれる。俺か、思います。厳しくなってきた。なんでそっち行った？パスが。ここ止めて、スリー決めれば、スリー決めれば同点だけどさ。はい、むしむしむし。はい、これリバー、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 リバー。オッケー。オッケー、入ったか、入った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 。同点、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 同点。同点。あ、やば、これ入るかも。あ、あ、あ、あ。俺ですか？やっぱ。さあ、ちょっと待って。あ、なん。やった！ OK！ ナイス。ナイス。ちょっと待って、緑も1試合で後半行く前にさ、決めれるんかよ。後半行く前に2本目打てるんかよ。ふざけんなよ。いや、ちょっと、妨害多くない？いや、入ったから。次、サイクル回したのに。うわ。え？あ、そっか、さっき失敗したからエネルギー変換されたの。なんうそ！ああ！はい、はい、なんけ。ああ、俺のせいか。俺のせいだわ、これ。だって、あっちが、運よくさ、なんか、清側にの方に行くよね、ボールがさ、リバウンド。いや、ダメ、それ。取れた。入った？ナイス。
やば。めんどくせ、また延長かよ。またたまんの？ナイス、入ったか。OK、取れた。よし、入った。緑間うざすぎん、ちょっと。緑間今回一番強くなったかもな、もしかして。OK、取れた。オッケー、ナイス。いや、ちょっと緑が多分一番強いかも。どうだ、でも、キセもなんか、あ、やば。いやいや、俺が行くんで。で、いいとこで取れないんだよ、これ。あはーはー、行った、これ。いいところでリバ取れ。いけるだろ、この二人なら。俺も一応あるけど。おっ、勝った。勝っただろ。勝っただろ、これ。緑間やばいわ。何本打たれたんだよ、ファーストさ。5本ぐらい打たれてない。いや、今回やっぱ一番評価されたのはなんか緑間なイメージあるな。一番わかりやすいの。いや、でも、キセもファントムシュートできるんだよな。いや、キセと、いや、全体的にやっぱ強くなったかもな。紫払いぐらい。マッチング遅。だって紫払いってもともとそんな、評価される前の奇跡の世代とか、あと全体的なセンターの、上下感情、勝率の、あれとか見ても、別にそんな、紫原はそんな強くないしな。それなのに強化なしってさ。だ、明石も強化されてんだ。うわ、え、ノーマーク、ノーマークじゃん。何今のシュート。あ、明石も強化されてる。何が強化されたか覚えてないから。
なんか今、サドンステップシュートみたいな、出たけど。あーはーあー、きつい。うわ、やば。完全に二人取られてるから。入んないの今の。うわ、なにこれ。ちょ、緑はやばくんか。釣り。やべ、明石も強。確実にこれ強くなってるな、全然。これちょっと想像以上に強いぞこれ。ちょ、これヒムラより強くなったんじゃないの？気のせい？うわ、似てんか。なんか。はぁ？ダメだ。だってすぐ決めんと、秒的に負けるし。ちょっと待って、これ。やばい、ナンバーワン SG になったんじゃないのこれ。きつい。きついじゃない。緑も。はおい、嘘だよ。ちょっと緑馬強化しすぎだって、これ。
いや、ちょっと待って、緑馬ガチでさ、これ強化しすぎだろ、これ。こんなことがあっていいのか。すげえどうでもいいことなんですけど、黒子のバスケットの紫原は紫のユニフォーム着てるし、赤石は、あれ赤石違ったか、あ、赤石違うな。赤石違うわ。あと、青峰も青いユニフォーム着てるし、キセも、あ、キセも違うな。あ、ちょっと今の話なかったわけです。いや、本当何が言いたかったかというと、緑馬だけ、なんかオレンジ色のユニフォームだなと。他全員なんか同じ色だなと思ったんですよ。よく考えたら全然違ってた。あ、ちょっと待って、仕事をするんで、ちょっと待ってください。
はい、戻ってきました。いやー、ちょっと緑は強すぎますね。ちょっと緑はちょっと一番強い SD になった可能性ありますね。あ、失敗よ。しかもよく覚えてないですけど、バースト以外も強化されてるんですよね。じゃあ、緑魔やばいわ。てか、緑魔の強化権何気に持ってるんですよね。80何枚ぐらい。緑魔買うか、これ。緑魔の強化権すごいか。80枚持ってるんですよね。でもあれやってないの？あ、ちょっと緑は衝撃的だわ、これ。リムロ終わったかもしれない。リムロ、ナンバースリーに下がるかもしれない。1位と2位がちょっとアイバーサーと緑魔がちょっと分からんぐらいな。どんな割合だろう。ここで見せる。うわ、ちょっと待って、緑魔だらけになっとる。あっかん、これ緑魔ちょっとさ、ナンバーワン SG になったんじゃないの、これ。キセもめっちゃ増えたな。マジかよ。ある意味ながらもうやる気なくしてきたな。緑魔だらけやん、これ。おい、マジかよ。緑魔のプレイスタイル的に、あんま面白いと思わないですよね。いや、緑魔ちょっと強化しすぎだって、あれ。せめてエネルギー1500くらいにしてくれよ。1200はないわ。1200はないわ。延長行く前に2回使えるってありえねえだろ。マジで緑魔買う？さあ。ちょっと待って、俺この前確か緑魔の靴捨てたはずだけど。やば。緑魔の靴1個しか持ってない。この前ちょっといろいろ整理してて捨てたんですよね。最悪。いや、ちょっとこれ強化しすぎだって。何でもありだな。あとさ、チャンプこれ課金してもいいけど、なんか経験値貯めていくっていうのはちょっとめんどくさいんですよね。なんかできない人がたまにあるんで、なんか、あ、やらなきゃっていう、なんかそういう、無理やりなんか、やらないといけない使命感みたいな、使命感っていうんですかね。
そういうの出てきて、なんか、負担になるんですよね、気分的に。ちゃんと。でも、初めのうちになんか課金しといた方が、ログインボーナス倍にもらえるし、ログインボーナスというか、ログイン経験値。だから、後から決めるの損なんですよね、ちゃんと。後から決めても一応、その分もらえますけど、ログイン経験値分の損失が出る。うわ、なんか俺使うときばっかりっていつもドラケンだな、相手。なんだよ、これ。向こうケイニーと青海ね、負けてんの。緑マッチ、やっぱ。フォーカン、これ見たときからさ、1200って聞いたときからさ、これやばと思ったんですよね。想像以上にやばいわ。これは入らん。あって。倒れん。早く飛びすぎた。大丈夫。こっち SG2 人いるから。最強格の SG が。スーパーサイヤ人になって SG がいるから。早っ！何この動き。早すぎたよ、緑馬が。バカなのってくらい早いんだけど。より今自分スクリーンした後、移動速度 20% 上がるんだって。覚えてないけど。あ、そんなになんか。いや、俺、青海に行くから、二人でケインにマークしてダメかも、チャンプだ。ダメじゃん。てさだは。これなんで取れないんだこれ。悪い、すいません、取れません。ダメかも。ナイス。ちょ、ブロックされそうだったから危ない。あ、やべえ、これ入るか。あ、取れた。せや、よかった。
俺言ってもいいかもね。よし、決まった。あ、ちょっとバースの方が勝った。勝っただ。うわ、ここで過ぎか。あ、バースあ、どっち。はぁ、人事よし。左上確認しなきゃいけないというのは若干面倒いな。大丈夫な。もしかして眉積みより強い？緑の。まあ、いつも僕はデータで決めますんで、もし来月、まだこれちょっと8月のデータなんで、これ8月のデータなんで、ちょっと8月になってもしかして、緑馬めちゃくちゃ勝率 60% 超えるとか、そういうのあるかもしれないんで、その場合、前積みから緑馬に変更しますかね。評価点もったいないですけど、両方買うっていうのもありから。緑馬慎太郎なのに前積みなんだ。え、豪気全然使ってないけど大丈夫か。きついなこれ。前積みと緑馬って相性悪そう。人によるけど。ダメだ。あ、入ったかも。今の妨害じゃないのか。自分で打っといておいては？また入るのかよ。守りづれえな、これ。はあ、待ってたわこれ。うわはまた3、今スリーポイントライン飛んでただろう。で今のすぐに待って、待って、パスボタン押したけど今。高三だわ。あ、もう
あ、やめたい、俺。冷めてきたな、逆に。緑が強すぎて冷めてきたわ。緑は強いかもしれんけど、強いと面白いは一緒じゃないか。面白いか、緑はとか。あれちょっと待って、今負けたのにボール減らなかった気がしたんだよ。何これ変な、なんか、やばいのおる。緑まで打ちまくる戦法がおる。大丈夫かこれ。相手フレデリック。
SSG か、めんどくせえ。めんどくさ。え？え？ルーズ、負けるだぞ、PE が。あ、すみません。うわ、打たれるか。スリー。うわ、入るかこれ。あ、ちょっと待って、もう一回バウンドすると思ったわ。は、入ったわこれ。もう一回バウンドすると思った。あ、なんかボールが白くなるときは違うんだ。入ったかもこれ。頼む、決めてくれ、スリー。ダメさ。あ、これは同点。よしよしよし。入った？あ、嘘だろ。じゃあ笠松のサイクルは回った。入るんかよ、いやだ。入ったか、入ったかも。うっさ、最悪。うっさ、ちょっと、いや、あ、入ったと思ったけど、ついな、これ打てよ、すぐ。くそ、はぁ、あ、ここで3打つんかよ。で、入るんかよ。はぁ、あ、あのフレデリカのブロックがなかったな。
とりあえず今日ちょっといろいろやることあるんで、これで最後にしようかな。っていうか、今何連敗してるか。2連敗してる、最悪。これ負けたら次起動したとき。次起動したとき、ボット戦じゃねえ。うわ、嫌な予感するけど、だ、うわ、待っちゃったよ。ザップだろ。ついじゃさ。いいよ、俺はマシだ。つきたよ。うわ。やばい、俺か、今の。てか、ザップがいてよ、もう。じゃねえし。うめ、最悪。そう。うわ、撃たれる。
うわ、そっち行った。なんでジャンプしてんの？今、有利な位置だっただろう。うわ、入ったかも、これ。負けだわ。